一番なんかコンセプチュアルなというかディストピアっていうコンセプトがあるんで、なんかちょっといつもの雰囲気と違いそうっすね。ちょっと程よく緊張しそうっすね。これまでで一番コンセプチュアルなアルバムディストピアのリリースツアーを1ヶ月後に控えたキディ。最後のバッキングはライブ用音源を編集するのはレコーディングも担当するジュン。職人なんですよ、うちの5人のメンバーの中で一番。音色への強いこだわりを持つキディ。新曲オメラスではこれか、これです。これベース？これベースです。ベースというよりか上物的な感じ。ギターでも、うえうえってやつです。飛び道具的な機材をいっぱい持っているんです。ギターっていろんな音出て面白いじゃないですか。5日後、ツアーの初練習に雄星は新たな飛び道具を用意していた。これはカオスパッドっていうやつがなんかくっついてますね。くっついてるって感じの見た目ですね。それで音色変わるの？そうなんですよ。スタートするが、初めて合わせる曲ばかりで探り探り。この日、カオスパッドが使われることはなかった。今日はあんまり活躍しなかった。そうですね。そうですね、まだ活躍する曲が今日はやってないですね。今日ボロボロだったんで、来週リベンジしたいですね。特にそうですね、今日やってない曲、いや、その辺はいいや、その話はいいや。雄大が言葉を濁したのは、アルバムで最も難しいフライをどう再現するか見えていないから。だが1週間後の彼らは少し違った。フライから行く。見えてきた。見えてきた。見えてきた。78点ですね。え、30点とかじゃないですか。いや、今日50点超えることはないんじゃないかなと思うんですけど。ディストピアツアーに向け本格始動したキディ。なぜここまでコンセプチュアルなアルバムにしたのか。期待したいんですよ、音楽が新しくなることに。はい、常になのでワクワクしたいですよね。やっぱりこんなん聞いたことないわっていう。